皆さんこんにちは、堀川みくめチャンネルです。今日はですね、日本オープンで茨城カンツリークラブで、撮影させていただいてます。はい、今日が月曜日で16番ホール、17番ホール、2ホールを、アクツプロと、まあ、コースが、ね、結構タフなんで、はい、まあ、ラフもかなり長くて日本オープン仕様になってるんで、そこを2人で454ヤード、まあまあ難しいよね。はい、17番230のパス。いや、2人で2ホールをパープレーを目指してやろうと思ったんですけど、パープレイ目のパープレイ、はい、オッケー。最近動画でちょっと、いや、そのね、結果残してない。みんなで目指せ、目標スコア大体うまくいかねえから、16、17を2人で、パープレイ目指します。はい、はい、2人で協力プレイだからね、別に作戦会議ありだからね。でも本当日本オープンでさ、ラフ入れたらもうボギーだもんね。本当それくらいセッティングがタフだから、ちょっとバーディーパットとかつけてほしいな。協力プレーだな、ね、先週5位だから。ナイス、仕上がってるね。OK、ヘアウェイ、ヘアウェイ、ナイス。よいしょ。月曜からいろいろ珍しいやつ。まあ先週2日間休養取りましたから。なんならさ、先週優勝争いしたのにさ、よく練習するよね。俺絶対普通近いとはいえさ、全然1日休むけどね。まあ最近なんか好調だけど、やっぱりあれですか、 YouTube をこうやって練習ラウンドで撮ることによって堀川プロに邪魔されながらやるから、試合がやっぱやりやすく回れてるとかいういい要因があるんですかね。ないの？ないの？まあでも堀川プロのおかげさまで、試合が楽に感じますみたいな。そんな言ってほしい。やつはない？タイガー・ウッズだってさ、小さい頃からさ、なんかお父さんがさ、すごいタイガーが打つ時にすごい邪魔したりするんでしょ？タイガー・ウッズじゃなくて、タイガー・ウッズが打つ時、はい、そう、小さい頃ね、はい、お父さんがずっとさ、タイガーの周りを歩き回ったりさ、話しかけたりさ、邪魔をして、で、それでタイガーはずっと邪魔されるのに慣れて、試合が気持ちよく回れるみたいな、邪魔されずに。究極をやって、そう多少のノートとかは、そう、だから打つ時にいつも話しかけられたりとか、もう平気なんだから試合がみんなが静かにしてくれるから、ありがとうって感じ。で、多分最近いいのかもしれないね。タイガーの話をされたら認めたらええんぜ。俺が、堀川が阿久津に今、タイガー打つ教育理論で今教育してるんで。でも先週とか、それこそ16番でマネジメントのやつをやったじゃないですか。やったね。やっぱり行きましたよ。嘘、はい、何言ったの？ずっともちろんスプーンですけど、最終日バーディー取れた。へえ、あそこ4日間で平均パパパバーディー。おー、すごい。あそこ難しいもんね。右ラフに1回入ったんです。うん、その時も無事池を越えることができて、アプローチもう寄らなくてもいいやと思ったんですけど、それがパイ拾えたので、あそこのマネジメントがすごい行きました。あ、やって自分で気づかされるやつね、はい、ちょっとさ、雨降った後だからさ、フェアウェイそんなにトントン転がる感じじゃないもんね。ですね。でもラフですから、でグリーン、キャリーはちょっと怖くないですか。でもグリーンも柔らかくない。まあそうですね。だからラフだから165ぐらいは飛ばせる。うん、全然飛ばせる。7で、はい、OK。 じゃあ7番アイアン正面上げ、ピンまで170ヤードですけど、これくらい深いとね、そんなに飛ぶフライヤーは出ないと思うん でグリーンも柔らかいからグリーンキャッチしてもいいかなって感じでいきます。はい、ちょっと右に逸れてるけど、右ですね。158ヤードだと大体ヘアウェイからで、まあどれくらいにつければいいかなって感じ。5メートル以内。5メートル以内。OK。 左からアゲンストなんで、おそらく8番でしっかり打ったらぴったりなんで。マジで？ぴったり。強めのドローで
まい。うまいけど、これ今風にやられたね。そうですね。っていうか、自分で考えてる間はそんな吹いてなかったけど、打つときに急に吹き始めて、このクラブを変えるのもめんどくさかったね。クラブ変えるのもめんどくさがって、もう急にイメージしてた球筋じゃなくて強めのドローとかにして、ダメです。真剣にやってください。怒られてます。急に風が強くなったときはどうしたらいいんですか？一回やっぱルーティン外すのが大事だね。今の試合だったら外してます。そう、宮里愛ちゃんは打つ前にいろいろそうやって考える時間はシンクボックスって言って、でアドレス構えた入ったらそれはもうプレイボックスに入るから、プレイボックスでは考えない。あんなにいい状態だったのに本当だよ。足引っ張んないでよ。惜しい。風か、カップ2つぐらいフックで読んでます。曲がれ曲がれ。うわ、曲がらなかった。これはもう OK でいいですか？一応入れましょう。はい、はい、ナイスパスね。使えない試合で。試合でやる場合は簡単なもん開いてポーンだもんな。でも勝手にスピン入るわ、このライン。じゃあ2ホール目、はい、17番パー3、230ヤードですね。まあ、グリーン外したら厳しいよね。厳しいよね。これ打ち上げはあるの？4ヤード。4ヤードなんだ、はい、4ヤード含めて 200?226、はい、これしかも結構さ、グリーンキャリーでさ、ピンで元行かないと届かないね。大台地区ちょっとあのグリーンもやるかいし。じゃあ7番ウッドでいきます。7番ウッドでちょっとドロー系でいきます。じゃないよ。いや、全然飛んでない。全然飛んでない。フェアウェイだこれ。ラフです。ラフ。ラフです。はあ、深いため息も出るわ。お願いしますミキヤ。これ5番でいくかな。5番やん。全然厳しいと思う。厳しいと思いますね。普通に厳しいと思う。マジで？ティアップしない。ティーアップするかしないからない変わるの。僕ちょっとね、上っ面に当たって飛んでちゃう時ある。あ、そうなの、はい、左大ピンチ。ラフだね。奥ラフ。さあこれグリーン2人外して2人寄せワンってまあまあ難しいよ。まあ行ってみましょう。30ショット力なのよね。え、優勝争いしてたらちょっとしびれるね、このホール。本当ティーショット次第だから。先週の恋は何が良かったんですか？なんだろう、キャリー、キャリー、キャリーが良かった。キャリーが女の子で可愛い女の子だったから多分テンション上がったんだよね。通りです。僕は何もしてませんけど、なんかデータとか振り返ってましたけど、パーオン率良かったですね、まず。ってことは多分ティーショットもそれなりにフェアウェイ行ったんだろうなっていうことで。だって今先週優勝した稲森選手なんて初日ヘアウェイキープ 100% 出た。でやっぱヘアウェイから打てるからグリーンも乗るからグリーンもパーオン17回。だからもうね、パーフェクトゴルフですよ。17回ですよ。アプローチ1回しかしてないもん。アプローチ1回、それだから楽だよね。もしそのパーオンしてなかったとしてもイージーなとこにね、そう、そう、稲森って本当ね、外すところがね、簡単なアプローチが残るように外れてるんですよね。うまいんだよ。そのクラブのその何ミスの傾向とかも多分分かってると思う。だからダメな方にはミスしないんだろうね。ピンまで17ヤード。
キャリー10ヤード落として7ヤード転がす感じで落ちてからフックライン。もうちょっといって、うーめっちゃ曲がる。もうちょっといかなかった。まあまあまあ、あとは幹屋次第です。スライスして多分カップの直前をもしかしたらかも、まあ、でもほぼほぼ8割9割スライス、しっかり打ったけどめっちゃ曲がる。幹屋もうちょっとピンチ。これ入らんかったらなんかあるんですか。入れなかったらもう昼飯おごりで嘘です。さあ、先週ルーレットのやつ勝ったんですよ。そうそうね、そういう時に限ってね、何も言ってなかったですね。あぶねえ。嘘ですよ、今日ぐらいおりますよ先週分。ちょっとでも本当に俺毎回おもられてるみたいに思わないでよ、ちゃんと一応ちゃんと普段は全部あれだからね。ちょっと俺本当に最低のやつに今映りそうだったからちょっと訂正しちゃったわ。残念。今日もですね、ちゃん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 だよ。せっかく球がグリーンに乗ってる、ほぼ乗ってたのに、こっちもなんかもう頑張るあれがなくなったわ。保険かけてるっす。ああ最悪。うん、もうちょっとしびれるパット打ちたかったし。関係なかったね。チェンジ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 。え、3本目なのよ。練習全部練習だから全部練習、はい、動画撮る練習、動画撮る練習。 iPhone15 アップしすぎてね、ピントが合わないからさ。これ入ったら編集でやっていただけるよ。あ、入らない。じゃあね、この子だこれ。編集乱用するから。ということで16番17番成功ならずで、また次の機会にリベンジですね。すいませんでした。はい、今週あれなんだよね、賞金がまあ一番じゃないけど、一番が一応まあ ISPS さんが賞金一番高いんだよね。でもその国内のまあツアーでは一番といって、まあ4200万優勝、優勝4200万プラス5年間のスピード。人生変わるよ。これは人生変わるね、本当に。これ取ったら大きいわ。しかもプラスゾーンチャンピオンシップ。そうですね、もう1度で3度4度ね。これ勝ったら本当にいろんな道広がってくるから ね、まあちょっと頑張りたいと思います。はい、はい、お願いします。ありがとうございました。ナイス。今週はね、またあの JGTO じゃなくて JGA 主催なので、賞金のね配当が違うんだよね。予選通った人って普段大体まあだから4000万の試合であればまあ560ぐらいだけど、あのね下に熱い、下の選手に熱い。あ、だから60位でもね結構本当100万近かったですよ。美味しい。今週は予選通んないといけないですね。もう赤字だよ。赤字覚悟の営業ですよ、こっちは。もうだいたいコメントに予選落ち残念ですって来るんで今週ドライバー変えます、はい、こっからでも賞金でかくなるからね。そうっすね、4000の試合がどん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 続いたりするんで、まあ、ABC が一番期待じゃないですか、うん、でも毎年の感じだったら、まあそうだね、ABC あと、うん、フェニックス、ビザ、この3つ結構狙ってる。結構毎年結果はいいっすよね。まあ毎年結果いいね、結構、はい、ビザとか何年連続ベスト10に入ったりとか結構してるから、はい、まあ今年も頑張りたい。ビザ4年連続ベスト10かな。ああ、それは、ね、もう堀川ビクムチャンネルの活動経費としてお願いしますね。お前さ、経費、俺らの YouTube は経費ゼロを目指してやってるから経費かけないよ。堀川ビクムの賞金が活動経費ですね。カメラの画質良くしてくれとか、赤いこの飛んでく線入れてくれとか、はい、あとは何着弾点もとかいろいろそういうのあるじゃん、はい、あのスポンサーしてくださいお金かかるからね、はい、着弾点は正直人が厳しいです、まあ、人がいないと無理よね、はいはい、しかもあれだからね、普段普通にプライベートのゴルフ場を回って YouTube のために動画撮ってるわけじゃないから ね、 そうですね、練習ラウンドっていうこの前とちゃんと遅れないように動画を回しながら撮って練習ラウンドで、しかも練習もして、結構ねタフだよ。
よっしゃ。